こんにちは、川西美希です。今回はプラザで購入したものと、あとアットコスメストアで購入したものを紹介していきたいと思います。そして最後に告知もあるので、そちらの方もぜひチェックしてみてください。それでは川西チャンネル始まるよ。はい、ということで久しぶりにね、外に買い物に行ったんですけど、プラザの方からまず紹介していきたいと思います。船橋にあるららぽーとに行って買ってきたんですけど、結構品揃えが良くてびっくりしました。まずはこちら、サボリーノの朝用マスクです。でこちらはプラザミニプラ限定で、香りはアップルハニーの香り濃密タイプというものです。これ朝用の顔マスクパックなんですけど、これ1つで洗顔、そしてスキンケア、保湿下地の効果があります。でちょっとスッキリする成分が入っているので、朝使うと結構目が覚めるっていうので、シャキッとスッキリという風に書いてあります。でこれ28枚入りで1300円でした。でこれ 1,2 年前にすごい使ってたんですけど、今だとこういうタイプに入ってるパックって結構流行ってるんですけど、その当時はこういうウェットティッシュタイプというのか、こういうタイプのパックっていうのがあまりなかったので、この1枚で洗顔、スキンケア、下地、保湿下地ができるということで結構気に入ってて、久しぶりにまた買いました。でこのサボリーノの好きなところは、ちょっと1枚取りますね。こんな感じですぐサッと取れて、なんといってもね、形がすごいいいんです。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、余白があまりないんです。多分パックの中で私一番形が好きなパックだと思います。これ全体につけると、私の場合は結構余白がなく、そしてこの鼻周りとかもしっかりピトってくっついたり、あと目の下とかもしっかりくっついてくれるので、今すっごいいろんな種類のパックあると思うんですけど、形が一番綺麗なパックだと私は思ってます。そして厚さもね、すごいペラッペラとかじゃなくって、しっかりとした感じで肌はチクチクすることもないし、すごく使いやすいです。ちょっと難点といえば、こういうたくさん入ってるタイプのパック、すごく保湿力があるっていうものではないので、私はこの上から普段使ってる化粧水も一緒につけてます。私の中でパックはコットンパックがめんどくさい時に、このパックを使って上から化粧水をかけるっていう感じで使ってるんですけど、このサボリーノの場合はちょっとスースーするっていうのがポイントなので、普通のパックとはまた違った気分で使えるところが結構好きです。で私はこのパックつけて、上から化粧水バーってたくさんかけて、その上にダイソーのシリコンマスクをつけて、その間に前髪とか髪の毛セットしたりします。そして次はこちら、シャトーラビオってワインリップティントです。これ SNS 映えすると言って最近人気のやつなんですけど、ちょっと開けてみたいと思います。これすごいね、ずっと気になってたんですけど、直接見ないと買う勇気なかったんですけど、たまたまプラザにあったので買ってみました。こんな感じのワインボトルみたいな形のリップなんですけど、すごく見た目が可愛くて、あととてもコンパクトです。でこれボトルのところをひねると、こんな感じでリップが出てきます。かわいいこれ。でこれはワインリップティント、シャルドネオレンジというカラーです。これ3種類私は買ったんですけど、全部で6、7種類ありました。でもう2つは PK02 ソビニオンピンクというものと RD02 ナビカリオーロレッドというものです。でこの3つ並べてみるとこんな感じです。本当に SNS 映えするような可愛らしいリップなんですけど、ただただ可愛いだけじゃね、やっぱり物足りないので、その場で発色とかどのぐらい持ちいいのかなとか見てみたんですけど、このティントめちゃくちゃ落ちにくかったです。テスターで手の甲に塗ったんですけど、その後お風呂とか入っても全然まだ残ってました。今ちょっとね、手についちゃったんですけど、本当にいくら強くこすっても取れないです。こんな感じです。でこれプラザでは1600円か700円ぐらいだったんですけど、普通に楽天とかで見ると1395円で売ってますね。なので店舗で買うよりはちょっとネットで買った方が安いかなと思います。後日またレビュー動画も撮ろうと思ってるので、そちらの方も楽しみにしててください。そして次はアットコスメストアで買ったものになります。まずはこちら TBC のエステティックマスクです。でこれ私は5枚入りを買ったんですけど360円でした。めちゃくちゃ安い。 TBC エステのイメージなので結構いいのかなと思って買ってみたんですけど、匂いがすごくいいです。グレープフルーツみたいな香りがします。あ、心安らぐリラックスアロマジューシーシトラスの香り。うん、そうだね。で美容液が 90ml 入ってるので、結構ひたひたなる感じでした。そしてつけ終わった感じも割とさっぱりしてるんですけど、でも保湿力があって、すごく私はいいなと思いました。でも一つだけすごい面白いというか、難点なのかな、わかんないんですけど、シートの形が独特だなと思いました。なんか私のつけ方がおかしかったのか、おでこの部分がすごく長くて、こういうタイプのパックでシートマスクを折り返してつけるの初めてでした。シートの形はちょっと使いづらいかなって思ったんですけど、この病液成分だったり保湿力の面ではすごく私はお気に入りです。そして次はこちら、これもササボリーノのシリーズです。サボリーノおやすみミストミスト状保湿液です。でこれは1300円でした。これ初めて見たんですけど、これに引き続きサボリーノシリーズ結構好きなのでどうなのかなって思って買ってみて、まだ使ってないんですけど、これ1本で化粧水、乳液、美容液、クリームができちゃうそうです。で私オールインワンタイプそこまで使わないんですけど、お風呂上がってすごい乾燥するので、そこから化粧水をつける間にこれを使おうかなって思ってます。これ振らないで立てて使う。意外、なんかこういうタイプなのですごい勢いよく出てくるのかなと思ったら優しい感じです。へー、すごい。あ、普通にミストですね。これ近くでこんな感じ。全然ミストです。香りもなんか優しい感じの香り、カモミールオレンジの香りだそうです。で成分もカミツレ花エキス、ラベンダー花エキス、ヒアルロン酸、リンゴ酸、角質ケアとかいろいろ書いてありますね。肌から20センチほど離し円を描くようにスプレーした後手のひらでなじませますという風に書いてあるので、このぐらい離してこんな感じでちょっと、2回ぐらい円を描くように吹きかけて手でなじませるっていう感じですね。あ、普通に保湿されてる感じです。めっちゃ良さそう。でもちょっとしっとりペタッペタッとしますね。普通の化粧水だと割とさっぱりしちゃうところを、やっぱこれ1本で4個の役目をしてくれるので、美容液、クリーム、乳液の油分が強い感じもしっかりあります。ちょっとこれね、お風呂上がりに使いたいと思います。本当にスキンケアめんどくさい時とかこれ1本で済ませれるのはいいですね。毎日これを使うっていうのはちょっとインナードライ起こしちゃいそうなので、たまに使うっていうぐらいがこういうオールインワンタイプはいいのかなと思います。そして購入品はこれで最後です。こちらポール&ジョーのラトゥーエクラファンデーションプライマーの01番です。これはね、もう私のメイク動画でもおなじみなんですけど、ちょっと前回使ってたやつ使い切っちゃったので、今回もこちらのラトゥーエクラファンデーションプライマーを買いました。パッドコスメストアだと売ってるところもあるので、これあってすごく嬉しかったです。でこれは 30ml で約4000円です。ポール&ジョー下地いろいろ種類あるんですけど、その中でもこれはくすみを飛ばしてくれて、そしてちょっとツヤっぽく見せてくれ、透明感も出してくれるので、私は一番これが好きです。はい、ということでプラザとアットコスメストアでの購入品を紹介しました。そしてここからはちょっと告知になってしまうんですけど、9月20日からビールオーディション2017ののちスタが開催しています。でもうすでにね、知ってる方とか応募したよっていう方もいるかもしれないんですけど、去年もビールのオーディションあったんですけど、今年のオーディション形式がすごく面白くて、誰でも参加できて、そして応募してくれてる子たちをみんなで応援できる形になっています。で気軽に応援することだけでなく、応援をより多く集められた方はUUMとの専属契約だったり、あと1年間の支援金贈呈など、あれどうしようかななど豪華特典を用意しているそうです。そんなリールオーディション2017のちスタ、こちらに応募して将来私たちとね、一緒に動画 YouTube 頑張ったりインフルエンサーとしてやっていくぞっていう方はぜひね、応募してみてください。でね、こののちスタサイトがあるんですけど、すごく見やすいサイトになってて、日替わりプチミッションっていうのがあったりして、9月24日今日のお題ですね、この夏一番の思い出で、このお題に合った写真を皆さん載っけてるんですよ。美女がいっぱい、めっちゃスタイルいいお姉たまいますね。でこのちょっと気になった方とかは応援のマークがあるので、応援っていう風に押すと推しメンを応援できたりするので、ただ応募するだけじゃなく、こう見てる側も楽しめるというオーディションになってるので、ぜひチェックしてみてください。実践はもちろん多選や応募もできて、誰もが気軽に参加できる新しいオーディションなので、応募方法や詳細は概要欄に URL 貼っておくので、そちらからチェックしてみてください。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。川西美希でした。バイバイ。